ハンドルの掃除機に投資を目指す RSC ソルです。続いて、一気に電池が入ったかのように、いや真剣な顔で、真剣な顔、はい、ちょっとびっくりしました。びっくりしましたね。さあ、ここから日本選手権、皆さん日本のトップレベルのフリースタイルフットボール見れますからね。さあ、できれば前の方に集まってみた方がいいかなと思います。さあさあさあ、行ってしまいましょうか。はい、 JFFA 日本フリースタイルフットボール選手権一般、これ決勝ですよ。さあ行きましょう。まずはトッチー選手です。さあ、また準備に行かせてください。準備はよろしいですか。それでは笛が鳴ったら始めてください。いきます。 Ready。 乾いてるかもしれませんけど、はい、まだ濡れてる、暑い状況で、自分の考えた
来た技、はい、ルーティーン、はいはい、出せてるんじゃないでしょうかね。いやね、かなりレベルが高いと。高いです。そういうことですか。はい、ちょっとしたミスはもう、ね、気にしないでどんどんやってほしいんです。ああ、もう自分のプレーを出してほしいと。はい、出してほしいです。そういうことですね。はい。おお、じゃあもう見てる皆さんもどんどん期待して見てくださいと。間違いないです。間違いないです。はい、じゃあ行きましょうか、行きましょうか。はい。さあ次の選手お呼びしましょう。東京ミオ選手でーす。準備はいいですか。それでは手があったら始めてください。 Ready?それぞれ出て、はい、技術だけじゃなくて、はい、衣装とか、そしてまた音楽、それぞれこう奥が深いなと。奥が深いと、はい、世界フィギュアに負けないぐらいの負けないか、アーティストポイントも盛りだくさんで、盛りだくさんで、はい、素晴らしいです。あ、素晴らしいですと。フィギュアに負けてないと。負けてないと。負けてないですね。負けてないです。絶対負けてないです。さあ
そんな言葉をいただきましたが、次の選手行きたいと思います。さて次の選手は神奈川県イージー選手です。お願いします。さあ準備はいかがでしょうか。落ち着いてください。変顔の方が滑るので OK ですか。それでは行きます。レディI'm gonna make you mine.
カルロス選手でした。ありがとうございます。どんどん参ります、はい、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。さあ続いて神奈川君、クルタ選手です。お願いします。準備の方はよろしいですか。さあ参りましょう。レディI'm gonna get you out of here.
はい、審査も審査もということで、
こっちも戦ってます。戦ってますか。はい。ちょっとお待ちください。わかりました。さあ、翔さんどうでしょうか。審査。いやー、はい、皆さんそれぞれ個性があって、はい、わざわざ大阪とか三重から来ていただいている方もおられますし、もう最後の方なんて本当に今すぐでもフィギュアに行っても大丈夫のような方もおられますし、もう本当にすごく皆さん表現力がありますね。そうですね。技術だけじゃなくて、はい、芸術とかあとこのお客さんに対するこうアピール度とか、はい、どこにプライオリティとかで勝ってくるんで、はい、悩ましいですね。もう皆さん必死だから。ちょうどもうちょっとステージ上がりたくなったりとか。いや、ちょっと最後のおまけです。ちょっと出たかったって感じですか。そうですね。これ面白いですね。はい、誰もが始められるじゃないですか。部屋の中で。はい、ただスタートしたら世界を目指せるから、一人でやれるから面白いですね。面白いですね。面白い。ぜひぜひ動画も、はい、お時間から。世界選手権を目指しましょう。今日から頑張ります。お願いします。ありがとうございます。さあ今審査集計しております。今集計しております。いやー、かなちゃん、はい、やっぱりね、長官が言ったようにいろんなね、こう技術もあったけど、でも競技力すごい重要だったんじゃないかなと、うん、大きなポイントだったんじゃないかなと思います。そうですね、自分の良さを出すのもやっぱフリースタイルなのではないかなと、はい、見てて勉強になりました。なりましたか。私もっと自分立てるようにします。お、宣言しました。ちょっとこの後怖いですね。宣言したからには頑張ります。ぜひぜひ、はい、期待してます。頑張れ、頑張れと声が出ております。頑張ります。頑張れ。さあ、今まだ集計しているということです。まあね、審査員の方々もさっき言ってた通り、まあ、プレイヤーも真剣ですが、審査もすごい真剣ということで、やっぱね、今ちょっと集計に時間かかってるようですが、皆さんどうですか、楽しかったですか、見てて。楽しかったです。大きな拍手お願いします。自分もやりたいこと少しでも思った人、大きな拍手お願いします。いや、嬉しい。じゃあ今先に拍手した方、実はね、部活っていうのもね、JMFFA ではやっておりますので、その部活ね、発信した人、ぜひぜひ参加してみてください。どんなのかというとね、レベル、全く関係なく、みんなで高ボールで真剣に遊ぼうということです。実はまあこの後、後ろね、皆さんがいるエリアを使って、部活というね、ものをやりたいと思います。一人で参加しても結構です。ボールに限りありますけれども、少し貸し出しはありますので、ぜひぜひ、まあ、積極的にね、積極のチャンスなので、今出たプレイヤーたち、それからね、この後、キューブ TV でも、同じくキューブのメンバーが、直接指導をしたりもしますので、ぜひそちらの方でフリースタイルフットボール楽しんでもいいんじゃないかなと思います。さあ、ね、あんなに拍手する人がいるとね。それがみんな参加してくれるってことですよね。行列ですね。行列。嬉しいですね。嬉しい。もちろん、かなえちゃんも部活には参加します。します、はい。じゃあ皆さんも参加しましょう。さあ、さあじゃあ、お目が合っちゃいますね。初出場ということでしたが、ひろか選手、聞いてみていいですか。聞いちゃいます。さあ実際ね、これ多くの、お水の前でやってみてどうでしたか。おお、しっかりとしたコメント。しっかりとした。素晴らしいです。次もね、機会があったら挑戦してください。さあ、じゃあ次は、お、目が合っちゃいましたね。じゃあ、李先生、中学校の教師ということで、さっき部顧問として、一言お願いします。ボールがちょっと重すぎて、今日は滑っちゃいました。さっきボールで話してるんだ。おお、じゃあ、そしたらかなえちゃん、なんか目が合った人と、じゃあ、目が、合わせてきた。すごい目力で合わせられたので、モジャールさんに、どうですか。いやー、すごく楽しめましたね。会場に来てる方々は本当にね、楽しんでくれることが僕らにとっても、一番なことなので、楽しんでいただけた方は、また、ね、
大会あると思うので、ぜひ足を運んでいただけるとすごく嬉しいです。すごい。おお、意外と意外と無理やりかな。ちょっと聞きたいことがあるんですが、練習もその格好ですか？練習違いますね。真面目な格好ですもん。あ、今日スペシャル。スペシャル。大会なんで。見れてラッキーだわ。見れてラッキーです。本当ラッキーです。大ラッキーです。なんかこれは今日朝、抽選してやったらしいですよ。そうなんですか？復活しました。復活しました。まだまだだ。あ、衣装へのこだわり見せましたか、はい、ね、ああ。さあ、いろんな選手がいますけども。あ、じゃあ、こちらこちら。バルさん来ておる。ヒューガ選手。どうでしたか？前も参加したよね。緊張した？どうできた？思った技ちょっとできた？できなかった？でも次もしあったらね、もっともっと技ができるようにいっぱい練習してください。はい。僕下手ですね。さあ、じゃあ今の審査まだほら、あれという感じですかね。ということで、ちょっともうちょっと聞きたいと思いますね。あ、じゃあ、せっかくなんで三重から来た加藤選手。あ、はい。うん。三重からっていうのは本当初参戦じゃないかなと思うんですけども、はい。どうでしたか？楽しかったと。まあ多分見てる皆さんも楽しかったんじゃないかなと思います。ね。見せ方がとても。うん。初めて見ましたライブの見せ方で。なんかちょっと乗っちゃいますよね。はい。いろんな見せ方がありました。私もああいう見せ方欲しいな。おお、じゃあ宣言しちゃいますか。あ、じゃあ、はい。わかりました。さあ、そろそろまとまったということで、よし、移動します。さあ、まずはじめに本大会では埼玉市と観光庁より商品を頂戴いたしましたということで、観光庁賞ということで木津選手君から選びたいと思います。ね、株下選手です。おー、上下選手、観光庁長官賞ということで、賞をもらいました。これ、上下選手、ちょっと待ってね。あ、お、これは長官から、これは、何は長官から、じきじきにお渡し。まさか頑張って将来使えないですね。おめでとうございます。感謝です。いやー、これは嬉しい。イエーイイエーイイエーイ。皆さん、お疲れ様です。続いてはこれはキッズからでも、さあ、キッズの方から順位発表したいと思います。今発表したのが担当長官賞ですね。続いて行きましょう。第3位、平岡信明選手です。おめでとうございます。真ん中の方に来ていただいて、ね、ちょっと笑顔になって前を向いて、そしてメダルですね。メダルの方は長官から、あ、すごい、気をつけてください。さあ、メダル優勝の長官から、さあ、君にかけられます。皆さん、大きな拍手をお願いします。とても元気で感動しました。おめでとうございます。
いいですね。いやー、平本選手おめでとうございます。さあ、副賞ということで、お、これはかなえちゃんから下を、オニア、ラコスト、これ音量点ですね、ここからいただきました。ボルネのニットモアです、おめでとうございます。おおめでとうございます。大きな拍手お願いします。第3位平岡選手でした。さあさあどんどん参ります。さあ杉島選手第2位です。中田美優斗選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあメダルは長官から、いや嬉しい、おめでとうございます。いや、すごく技術がダメだった。おめでとう。イエーイ。走ってる、走ってるから。いや、嬉しい。拍手をしてよ。さあ、まだ前第2位の中田選手には負傷ということで、ラコス大宮店からセントラールのパーカーですね。さあ、おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、お気楽しようお願いします。おー、さあ、第3位、第2位と来ました。はい、残すところ優勝のみとなりました。さあ、緊張します。発表したいと思います。 JFFA キッズ選手権優勝は